モチーフにしてるのは、学部の4回の間でも結構同じようなものを描いてたんですけど、おせちだったりとか、のぼり旗だったりとか、飾ってあるものとか飾り付けられてるものとか、自分が飾ったものというよりかは誰かが飾り付けた、なんでこんな風に飾るんだろうっていうものが多くあるんですけど、でそういうので気になったものっていうのを街中で探してきてというか、見つけた時に写真を撮って、でそれを元にして描くっていうことが多いです。京都歩いてると結構お店のなんかショーウィンドウみたいなのにちょっと飾ってあったりとかが多いので、それを散歩しながら探したりします。看板とかも結構気になったりしますか？なんか夜歩いてると派手で 目に入ってくるから気になって撮ったりはするんですけど、むしろなんかネオンがただ綺麗なだけとかに反応してると、あ違う、これは違うかもしれないなとか、ただ単純に目につくものと、なんかモチーフとして選ぶのはどこを境にしたらいいのかなというのはすごくまだ考え中という感じですね。はい、指で描いたんですかって聞かれることが多いんですけど、確かに指でこうぐにゅぐにゅってやったみたいな、なんか結構筆をぐっと動かしてる動きがそのまま残ってて、あんまり筆のなんていうか毛の感じっていうのは残らないので、本当にどういうふうに動かしてどこに塊とスッと取ったところの差をつけるかみたいなのが意識してます。透明のメディウムを使うようになってから、絵の具自体も結構もともとが不透明だったり透明だったりするのがあるので、その透明な色が綺麗に出るものどれかなっていうのは探したりするんですけど、最近その不透明な色と透明な色が混ざった時の綺麗さみたいなのもあるんだなと思ったので、なんか単純に透明で発色がいいだけじゃなくて、なんか組み合わせでやっぱり見える綺麗さっていうのをもうちょっとちゃんと考えていきたいなっていうのは。その布をどんなものにするかっていうのと、はい、それを、ジェッソとかで目止めしてこう白い下地を作るのか、透明の下地を作るのかとか、 あと染み込みをどういうふうに重ねるのかとかで、だいぶなんか見え方が違うなと思うので、そのなんか差をいろいろ試してる途中なんですが、今のところ布があって、そこに、透明なメディウムで目止めした上にまたジェッソを重ねて、その何もしてない状態とメディウムがあるとこと、はい、ジェッソがあるとこと、で何種類かの下地の中でその上にのせる絵の具がどういう風に見え方が変わるかなっていうのをやってます。こういう風な研究は4回生ぐらいの頃からやってきたっていう感じ。研究としてなんかいろんなのをこう試してみようっていうのは院に入ってからっていうか4月からやってるんですけど、はい、今まで書いてる中でも結構染み込みをしてみたり、はい、まあ、同じ布の中で染み込みはどう違うかとか、絵の具ののせ方の差はどう違うかみたいなのは試してきてたので、それをちゃんとこう記録に残るように今度はしてる感じです。自分の手元に残るように。いろいろ試してるので、それが試しでそのまま終わらないようにというか、それで今度大きい絵を描いていくときに絵の具の強さとか自分が結局何をしたかったのかみたいなのをちゃんと考え直さないといけないなと思って、モチーフに対しても絵の具と布だけを意識してると多分どんどん抽象画みたいなようになっててしまうのかなって気がするんですけど、でも描いてるモチーフ自体っていうのも多分大切にしているものだと思う。それをどういうふうにくっつけていけるのかなっていうのが課題です。